あ、めっちゃ宝出てきましたよ。あ、来ました。何ですか、この51って入れるか入れないかでまだ価値が変わってくる。50万人突破ありがとうございます。サイン入りで、プレゼントさせてもらいます。連続感上がるので53回引いても受けるんです。あ、これ誰だ。あ、カブレラ。あ、おお、カブレラ仲良かったんで。僕友達いないし、はい、外国人選手は友達だったんですよ、はい、カブレラいい選手でしたよねちょっと似てますよね似てるわなぜかすごい人のバットもありますよ、はい、どうですか誰だ。平成唯一の三冠王松中さん、はい、松中さん今ロッテの打撃臨時コーチですか。そうですね。なぜか入ってましたね。うわー渋松中さんいいバッターですよ。いい人ですし。あ、これも誰かサイン入ってる。あっ、なんすかね。これは誰のサインですか。水野のバットマイスター久保田磯一さん。あのバット作ってる。そうです。51って書いて磯一さん。あの一郎さんも作ってるってことですよね。そうです。もう引退されましたけど、はい、だから僕らバット工場行くじゃないですか、はいはい、それまでガーッ削ってくれるんですよ、はい、でそれまでこう渡してくるんですよ。これは値打ちあるな。 ありますね、はあ、あ、これまたガンちゃんですね。あ、岩村さん、はい、何て書いてあるんですか。球場の雰囲気を一人で変える花のある清さんを待ってます。デビルレイズ、デビルレイズ1、はい、これ知らんな知らんですか。何かすごいの来ましたよ。来ました。はい、何ですか。はい、ヤクルトスワローズ下に飲む。あ、野村さんですか。はい、野村克也って書いてますよ。そうです。僕が入った頃ヤクルトの監督野村さんだったんですよ。はい、で僕はあんまりも打てなくて野村さんに相談したんですよ。どうしたらいいですかって相手の監督に、はい、そしたらこのサインバットとサインしてくださいって言ったら、それをこんな粗末に扱うと僕大鉢当たりやろう。あ、これまさかひょっとして、え、言った尻から、あ、これ見てくださいよ。目指せ最強打者。お、誰ですか。山田久さんです。あ、うわこれすごい。あのサブマリン、はい、僕なんかルーキーの年、はい、もう小僧扱いですからね。でも山田さんからホームランも打ってるじゃないですか、はい、それで打ちましたけど、はい、山田さんのあの持ち球のシンカーは投げてくれないんです。そんなもん投げずに俺を抑えるよぐらいの。なるほど。山田さんもねこうやってね振りかぶるんですよ、こうやって、はい、それまたかっこいい帽子をこうやって、はい、ってでよく昔の映像で出てきますもんね、はい、山田さん。それで山田さんと落合さんの勝負が、はい、もう見ててすっごいもう鳥肌立ちました。鳥肌立ちました。落合さんも、はい、山田さんはストレートとかカーブ、スライダーで、うん、そのカウント整えていくんですけど、ど真ん中でも落合さん振らないんですよ。それ最後追い込まれてから山田さんは殿下の砲塔シュートバッと投げたんですよ。それを切るか切られるかみたいな。はあ、なるほど。男と男の神経勝負ですね。あ、これでこそエースと4番の対決みたいな。そういうのを僕らやっぱり見てきたんで。うーん、あれバリーボンズどこ行ったかな。森田さんバリーボンズ、あ、ここにあるんですか。あるはずなんですよ。バリーボンズ選手って、ええ、
あのオールスターとかでも、はい、まあ、選手同士でバット交換とかするんですけど、はい、バリブーン選手です。オールスター選手同士でもしないんですよ、はい、まして日本で日米野球で来た時に、はいはい、バット交換松井は断られてるんですよ。あ、バリボンズさんに、ええ、はい、サミー・ソーサーのエージェントやってる人にお願いして、ええ、バリボンズがバットくれたんですよ。で一応アメリカなんで交換するっていうのがルールなんで、はいはい、僕のバットは多分そのままゴミ箱行ったと思うんですけど。いやいやいや、バリボンズどこ行った。バリボンズ、あ、来ました。え、何ですか何ですか何ですか。バリボンズ、うわこれはすごい。この辺ね、薄くね、サンフランシスコジャイアンツって書いてるんですけど、薄く、わかります、わかります、わかります。ちょっとこれが袋から出せないですね。バリボンズですね、これ。よくバリボンズのね、はい、これをあの彼はいつもテープ巻いてるんですよ、この白いテープ。はい、それがあるはずなんですよ。あ、2本あるんですか。はい、だから柳田選手に1本やるとあげようと思ったんです。やっぱ日本のバリーボンズなんで、細かいところに、ね、バリーボンズがあるから聞いてるんですよね。細かいところにバリーボンズ入れてるんですか。普通あのガラス張りの、僕そういうね、大豪邸じゃないから僕の家は。あれ、え、あった。え、どうしました。出ましたよ。おお、おお、これ何ですか、キヨさん、自分の口で。バリボン。おお、キヨって書いてますね。これすごいですね。ちゃんとテープ巻いてますか。あ、これ使ったんだな。危ない。これはキヨさん、これすごい。どうですかこれ。これはすごいですね。世界一のホームランですよ。そうですね。トゥーキヨ。ジャイアンツいる時ですよね。はい。日米野球で。実際に打った後あるじゃないですか。ありますね。うわ、本当だ。ほら、それがなんとここにあったんですよ、ここ。1本だけありました。1本ありました。1本だけでありましたよ。っていうことは、キヨさん、これとバリボンズさん、このこれ。これは柳田選手に渡します。まあそうですね。はい、あの息子に送ってくれたんですよ、バット。はい、日本のバリボンズになってほしいんです。そうですね、柳田さんだったらすごいなるんじゃないですかね。はい、来ました。はい、え、来ました。はい、なんですか。うおー、すっごいの来た。イチロー、しかも折れてます。折れてますね、根元。イチローさんのサインで、イチローってやっぱこれ、この51って入れるか入れないかでまだ価値が変わってくるみたいですね。へえ、すっごいの出てきましたね。キヨさん大丈夫ですか、あそこにすごい全部いいお宝を。なんかあったじゃないですか。あ、これ出ましたよ。あ、出た。はい、はい、何があった。いただきました。え、何ですか。イチローさん、穏やかに。これ何ですか。MVP。すっごいお宝ですよ、これ。キヨさんが荒れてる時ですか。僕常に荒れてますから。その時にイチローさんが見かねて、キヨさん穏やかにって書いてくれたんですかね。じゃないですかね。生まれてこの方54ですけど、ずっと荒れてますから。はい、いや、まあそうですね、荒れてますよね。はい、キヨさんはね。でもそれも魅力ですから、キヨさんの。イチローですね。イチローさん見てるかな、これ。うわ、すごい。似てる、ちょっと似てます。ちょっと似てます。あ、当たり。当たり。うん。え、なんすか。日本新記録ですね。それあったんだ、ここに。恥ずかしい。2006年8月29日です。オリックス。はい。いや、こんな激しい性格じゃないと、ああいうさよなら場面では打てないです。そうですね。はい。
で、イチローさんが穏やかにと、はい、その気持ち、今でも持っててください、アキオさん。僕は死ぬまで激しいですよ。これも貴重じゃないですか。そうですね、すごいですね。これ何ですか。ナイキの、僕ナイキ2年しか使ってないんですよ。はい、僕はバットの二刀流だったんですけど、はい、ここ2本置いといて、はい、ここをヒット狙いという時は白いバット、はい、ここホームラン狙いに行くぞっていうのは黒、で気持ち切り替えてたんです。その清さんが使ってたバットなんですね、はい、なんで黒はホームランなんですか。なんか強そうじゃないですか。まあ確かに黒そういう感じで選んでたら確かに清って書いてますね。清原って書いてます。ジャイアンツ、ジャイアンツ、はい、うわー、でも2年間だけ使ったんですよ。キヨさんどうでしょう。キヨスポを見てくださってるファン、はい、応援してくれる人たちに一本プレゼントっていうのは、はい、あ、いいですよ。年代物、ここレア物いきます。ナイキのこれ2年間しか使ってないです。ナイキの、はい、あ、いいんじゃないですか。ファン喜ぶと思いますよ。これと、はい、黒と、あ、いいですね。これ持ってる人本当少ないです。1998年から、1999年までこの2年間キヨスポをご覧の皆さん、遅れましたが50万人突破ありがとうございます。ジャイアンツ戦で使ってたバットなんですけど、視聴者の皆さんに、サイン入りで、プレゼントさせてもらいます。